ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2022年11月の3日文化の日です。今日は藤井聡太竜王が出るというので楽しみにして将棋を見ました。今日は第48期棋王戦コナミグループ杯挑戦者決定トーナメントがありまして、ベスト4の戦いでしたね。相手が佐藤天彦九段、藤井聡太竜王の対戦です。東京将棋会館で、行われました。ネットなんかで見ますとですね、佐藤天彦九段はマスク事件というんで反則負けになった、なって初めての対戦がこの藤井聡太さんとの対戦なので、なんかネット上では結構話題になっておりましたが、なかなか天彦九段というのはおしゃれでね、趣味もすごく音楽であったり、まあちょっと普通の人とは違った、なかなか持ち味の個性のある持ち味の棋士ですね。まあ、なんせ球団ですからね。そして、始まりまして、初めはですね、振り駒があったんです。で、藤井聡太竜王が先手取れればいいかなと思ったんですが、取れなくて、佐藤天彦球団の方が先手。で、矢倉戦法ということで始まったんですね。ちょっと普段あまり見ないような、感じの組み方でしたね。藤井聡太竜王はね、それで進んで、60手ぐらいまではちょっと天彦九段の方が優勢でしたね。言っても56対、天彦さんが56で藤井聡太さんが44という、まあちょっとなかなか藤井聡太竜王がこう主導権を取れないというような形で進みまして、61手目でやっと互角になったんですね。よし、互角になったいいぞと思って見てましたら、69手目でですね、藤井竜王がバッと AI の評価が 65% 上がったんです。ここで逆転ですね。天彦九段は 35%、 おっとこれで来たなと。もうだいたい藤井聡太さんが65から70のAI 出たら、まあ、大体勝ちますよね。それで65対35、よし、いけるかと思って見ていましたら、なんとですね、これが、86手目で5分になったんですね。うわ、今日はずっと勝つなと思ってですね、そのちょっと前までは70対30ということで、藤井聡太竜王が有利になったんで、ね、まあ、70対30、これな、負けたら見たことありませんからね。藤井聡太竜王が70取って、それ負けたことないんで、今日は、まあ、楽勝かなと思ってですね。まあ、ご飯をちょっと、パソコンの前持ってきて食べながら、まあ、今日は勝てるなと思ってやってましたら、なんとなんと、これが、今度は86手目で五分五分になったんです。こんなことがあるかなと思って、びっくりですよ。そして、そのびっくりしたのが、もっとびっくりしたのが、88点の時に逆転。天彦九段が54、藤井聡太竜王が46。そしてだん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 進むに従って、天彦九段の方へ、どん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 パーセンテージが上がっていくんですね。いや、びっくりしたしね。最後はもう80、20、90、10、99.1 とか、ずっと天彦九段は間違わないですね。逆転して有利になってから今度はなかなか間違わない。まあ一つ早逃げで王が逃げた、あの辺からちょっと逃げて、天彦さんが先に逃げたんですね。この辺からなんかちょっと歯車が噛み合わなくなったんですね。藤井聡太竜がどんどんと押してたのに、なんかこう行かれない、と思ってましたら、だん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 と天彦九段の方へパーセンテージが上がってきましたね。
いやー、参りましたね。いやー、よく言いますよね。人生には上り坂と下り坂と、そして、まさかの坂があるというんですが、将棋の世界にもありましたね。それが今日の、棋王戦で、その、まさかの坂を見ましたね。藤井聡太竜王、70対30で有利になって、これはもういけるな、と思っていたのが、なんと、まさかの坂ですわ。うわーだー これはまさかの逆転でしたね。逆転負け。いやー、これもダメだなと思ってました。一つ救いがありました。この、棋王戦はですね、敗者復活というのがあるんですね。藤井聡太竜王は敗者復活に出れるんです。天彦九段はもう決勝に進むんですが、その相手が敗者復活で2連勝、もし藤井聡太竜王がしたならば、再び、天彦九段に挑戦することになるんですね。挑戦者決定の決勝ですね。になるんですね。ですから、再度挑戦。まさかの坂はありましたけど、またそれを乗り越えてですね、挑戦者の決勝で、天彦九段とやってほしいなと思いますね。いやー、高齢者になっていきますとね、できたらまさかは、プラスのまさかを、やりたいですよね。私もあと、12月が誕生日ですから、もうちょっとで、76歳になるんですが、よくここまで生きてきたんですが、この高齢者になってこれへ行くためには、まだやることがあるんですね。このチャンネル登録は、今日は354人、今年いっぱい1000人に行くぞと言います。これが言ったら、これこそまさかの、私にとってプラスのまさか、坂になるんですね。高齢者になるためには、プラスのまさかの坂を登りたいもんですね。藤井聡太竜王、敗者復活で頑張って、再度、天彦九段に挑戦をよろしく。いくよ。